クレヨンしんちゃん伝説を呼ぶぶりぶり3分ぽっきり大進撃は2005年4月16日に公開されたクレヨンしんちゃんの劇場映画シリーズ13作目キャッチコピーはオラの未来がなくなっちゃう緊急出動3分後本作品から監督が水島努から武藤有事に変更されたサブタイトルの嵐を呼ぶが伝説を呼ぶに変更された 上映時間は96分。興行収入は約13億円。またこの年は映画ドラえもんが同作品のリニューアルにより公開されなかったため、新映動画制作の2005年公開の映画は本作一本のみとなっている。スタッフはテレビシリーズに参加していないクリエイターも多く参加した。また原圭一が劇場版クレヨンしんちゃんに関わった最後の作品でもある。 ゲスト声優は俳優の村井邦夫とお笑い芸人の涙洋く。村井は映画オリジナルキャラクターでキーパーソンミライマンを演じており、今作から毎年ではないが、ゲスト声優が重要キャラクターを務めるようになった。古今、ジャンルを問わぬ日本のアニメ特撮キャラクターパロディのオンパレードとなっており、オープニングで展開されるアクション仮面の作品描写は、 スケルトン教授やオサル帝徳、モンキッキー、メケメケ Z など、歴代の怪人たちを再生させ、一斉に戦わせるなど、仮面ライダーをはじめとする、特撮ヒーローものの正当派の作りとなっている。なお、彼らが変身するヒーローは、ウルトラマンのオマージュで、タイムリミットが3分間というのはそれを表している。また、今作品の主役とも言える怪獣たちの多くは、 日本を代表する怪獣たちのパロディとして登場する。本作のパンフレットには特撮怪獣やヒーローの能力を科学的に検証する空想科学特本シリーズで知られる柳田里か優のコラムが掲載されており、本作の新スケマンのおならによる飛行、怪獣、ラビビーン、関根の電撃と名前を分析している。また映画クレヨンしんちゃんのポスターが 作中に出てくる。ある夜、カスカベに謎の巨大怪獣が現れ、野原家を後方もなく潰していった。という夢を、祖父ビ怪獣、シリマルダシを抱きながら見ていた新之助。シリマルダシを投げると、今度はアクション仮面の祖父ビ人形に持ち替えて、別の夢を見始める。その夢の中で新之助は、アクション仮面と力を合わせ怪人軍団を倒して、ミミコを助け出し、 アクション仮面から、正義の心得を教わる。そして朝。いつも通りにミサイは朝食を作り、ヒロシは会社に出勤、新之助は幼稚園へ。だが、いつも通りに新之助は、お迎えのバスに乗り遅れてしまい、ミサイはまた自転車で新之助を幼稚園に送ることになった。家に帰ったミサイは朝食にカップラーメンを用意するが、くたびれてそのままうたた寝をしてしまった。そこに、 掛け軸の裏から光を放ちながら、宙を舞う物体が現れる。発光体は、カップラーメンの匂いに釣られ、そばに転がっていた尻丸出しの人形に憑依して、つまみ食い。が、運悪くその光景をミサイに目撃されてしまった。ニッチもサッチも行かなくなった物体は仕方なく、ミサイに自動を説明、自らが、未来からやってきた、時空調整員、ミライマンであると語った。 本来は、野原家に来る予定はなかったが、あまりの空腹のためにカップラーメンの誘惑に負けて、ここへ来てミサイに見つかってしまい、大変なことになったと、ミライマンは激しく後悔する。野原一家は、ミライマンに、掛け軸の裏を通じて3分後の世界へ連れて行かれた。そこは、東京タワーの近隣のビルの屋上に通じており、東京タワーの上空には、眉のようなものが浮かび、 怪獣が街を襲っていた。ミライマンは時空の乱れが原因で怪獣が次々に出現しており、3分後の未来へ行って怪獣を倒さないと危機が現実になってしまうと告げ、一家に協力を依頼。一家は怪獣退治のためにミライマンが宿っている尻丸出しの人形を媒介に、ミライマンの力と正義の心で自由自在に変身する能力を得て怪獣に立ち向かっていく。 しかしやがて、自分たちが世界を守っているのだと有頂天になった、ヒロシとミサイは、怪獣退治に没頭して、日常生活をおろそかにするようになり、新之助は両親に代わって、ひまわりの面倒を見ることになる。そんなある日の朝、いつものように、新之助を迎えにやってきた幼稚園の先生たちは、野原家の様子がおかしいことに気づき、幼稚園にやってきた新之助から事情を聞き出そうとする。 その時、カスカベのデパートが一部崩壊、風間の母が巻き込まれて負傷したという知らせが入ってきた。時を同じくして東京タワーの上空には暗雲が垂れ込め、3分後の世界にあるはずの怪獣の眉が現れる。もしやと思いっけに急ぎ戻った新之助は、そこで傷ついたヒロシとミサエの姿を見る。3分以内では倒せないほどの強力な怪獣が現れ、 その戦いの余波で現在の世界に被害が出てしまった。その直後さらに強力な怪獣が出現。ヒロシとミサイは手が出ないとサジを投げてしまう。そこで暇に女子大生になってもらって素敵なお兄様って友達に紹介してもらうために新之助が立ち上がる。すべて実在するものとして登場している。また、新営動画社屋や西東京市。 スカイタワー西東京も登場している。画用紙に書かれたイラストのような姿で、作中では一度も言葉を発さず画用紙に書かれた文字で喋っていた。また、声を担当していた、塩沢兼との没後は2016年5月13日の放送文に、神谷博士が就任するまで公認を設けていなかった。ラビビーン関根、カトリーヌ三世、なしキリキリマイ ポチタマタロミケの答体には泣き声がない。クレジットではギター侍になっている。ありがとうございます。